思いのままです。ノーミルク砂糖でございます。ミルクサッカーアカデミーサッカーをもっともっと楽しく見るために今日はこちらですよ。<laughs> ドン,デンいやー、マンチェスターシティ、<ー>ペップスターがまた新しい戦術を開発されてらっしゃいます、えー。あー、すごい。それを分析して教えてくれるポ、はい、ップに。そうなんでございます。優しくね。 はい、これ、火曜の夜に動画出てるかと思いますけど、この動画が出てる大体10時間後ぐらいですか、朝4時からまたマンチェスターシティーベースバイエルンのチャンピオンズリーグベスト8セカンドレグ、行われますので、そのプレビューみたいな感じだと思って聞いていただければありがてえ、ありがてえです、先生。ぜひでございますで、皆さん今日もよろしくお願いします。はい、みなかわ J リーグも含めいろんなテーマで毎日やってますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで、プレビューなんで何やるかというと、 なんで、セカンドレグのプレビューということで、ファーストレグにそのせあの新しい戦術のシステムがありましたから、そのファーストレグのちょっとレビューしながらちょっと話していければなと思ってます。と、はい、いうことで、まあ、こんな、えー、ファーストレグのスタメンという形だったんですけど、うん、まずあっと右からいきます。うん、右のバイエル、まあ、なんとなくトゥヘル監督に変わりはしたけど、いつも通りのスタメン感、なんとなくありますよね。 ドイツ代表と同じ感じのこの4231だなっていうところで、まあ気をてらったことは特にしてないんじゃないかなっていう。うですね。まあ C って言えば、あの、ミュラー選手をトップして、あえて外して、はい、あの、コマン、ムシアラ、サネ、ニャブリと、いわゆる快速アタッカー系を、豪華ですね。そうなんです。えー、並べてきたっていうのがありました。えーえー、対する左側のマンチェスターシティ。<laughs> はい、あれシティってもともと4123のフォーメーションじゃなかったっけっていうぐらいで、うん 何この3 2、2、3、4、2、1一。本当だ、本当だ、ペップ、そんなことやらねえだろうって、特に違和感がはちゃめちゃにあるのがマー、まあさ、皆さん、うん、ボランチにいる、この、あれ、ストーンズって、ボランチだったっけあのセンターバックですよね センターバックのストーンズをボランチに使ってきたんですロトリもセンターバックできる選手じゃなかったっけそうなんですよ。まあシティーディアはね主にアンカーでやられてますけどあとあれってのがグリーリッシュとシルバって低い位置そうなんですよいわゆるフリングバックにいたんですよ。なんじゃこりゃっていうところで果たして一体これどんな意味があったのかちょっと見ていただこうと思います。 はい。ってことで、まずは、スティ、はい、いわゆるこういうふうに可変してきてるってことは、はい、いわゆるボールをどうやって奪おうかってことにペップさんいろいろ考えるところがあったみたいです。まずはこちら見ていただきましょうと、はい、スティがボール保持じゃなくて非保持の時の戦術をちょっと見ていただきましょう。はいはい、何したのかっていうと、もともとあの、カイル・ウォーカー選手とか本当はサイドバックいるはずじゃないですか。はい、にもかかわらずなんですが、 シティは守備の時こうしました、うん、先ほどのスタメンのボランチのところからストーンズ選手が降りてきますはいでなんと後ろに並ぶ4人がなんと4、はい、フォーセンターバックフォーセンターバックそう縦下辺でストーンズさんがストンと降りてきてフォーセンターバックになります、はいうん、じゃあなんでこうしたかというと、はい、バイエルンのこのいわゆる2列目プラス1列目の皆さんは、はい スピードのあるアタッカーの皆さんなので,、うん、で、いわゆるこれ縦型のこのツートップみたいな感じですから、要はこうやって開くわけですね。この、うん、こんな感じになるわけはいはい,はい、はい、ってことはよく見ると、オールワンオンワンということに結果的に言うとなった。はい,はいはいはい。で、それでワンオンワンで絶対にぶっ潰すぞってことをペップ監督がバイエルに対して望んできたというところがありました。うんうんうん、はいはい。これがちょっと新しいことではありますね。なるほどね。 今までだったら、この例えば右のセンターバック、3バックにするときでもアカンジ選手とかじゃなくて、はい、カイル・ウォーカー選手を入れておいて、可変して右サイドバックはカイル・ウォーカーとかだったです、サイドバック持ち上がりもできる選手ってことねそうなんですよ受ける体勢といいますかじゃあ、ディフェンスでしっかりとバックタイプを並べて。はい、はい、俺、ちょっと思うのが、ペ、はい、ップさん、はい、森保一さんの戦術見たんじゃないですかなんですす<て>共通点感じます と、あの、はい、実は森保監督も、あの、ドイツ戦やってる時に、ちょっとあの、システム変えたじゃないですか、うん、スリーバックのあの形。あれも何かっていうと、ドイツに対しては、ワンオーワンでやっても日本は勝てるって実はデータだとかが出てたんですって、裏裏のところで。ワンオーワンの勝率だったらドイツよりちょっと上だったんです、しかも。選手の個々の皆さんの数値が。はははだから、あえて、数的同数にしたら日本いけるぞってなったら、結果、ああなったわけですよ。ほぉ<ぁ>シティも、だからドイツのこのバイエル、 相手に前4枚なるぞ。そこに対して、あえて最初は3枚だっていうふうに見せかけておきながら、結果4枚にしてワンオンワンだっていうふうにしたら、後ろがどうやってボールをつないできたとしても、うちのディフェンス4枚センターバック、4センターバックだったら、バイエルンの前線4枚は絶対勝てる。なるほど。そんな感じにされていたというところがあったみたいです。うーん。 で、そこでボールを奪えばやれるぞって感じだったんですが、結果的にこれも結論言っちゃうと、うんはい、これがめちゃくちゃにはまってボール奪いまくって、結果3-0でしてかかったんです。なるほど。うん。はぁ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 ははい。さすがですね。デップさんはすごいですね。うん、じゃあでもここでなんとなくじゃあ、ストーンズさんをあえてボランチに入れておきながら、はい、守備に主勢に回った時に、ストーンとこうやっぱセンターばかりに落ちてくるっていう理由はなんとなく分かった方も多いんじゃないでしょうか。うんうんうん わかんないのは、はい、何これ、グリーリッシュ・シルバーのウィングバックって一体なんなのって話ですよね。結局、これは何かというと、うん、まあ今度、ボール保持時ってことにしますけど、はい、じゃあ、これでセンターバックのところで、まあ、ボールをまあ持ちましたってことになるじゃないですか、うん、C の皆さんとしては。うんうん、そしたら、本当はシティって元もともとやってるやり方の、ねまあ、朝皆さんもあって。はい はビルドアップやるときには、もうずっと長年、この形なんですよ。うん、先ほどのストーンズさんは、ボランチに戻って、はい、ディフェンスラインが3枚、うん、でボランチラインが2枚になる。うん、これ、もともとーバックであったとしても、あのカイル・ウォーカー選手とか中に入ってくることによって、ディフェンスラインが3枚、サイドバックが中に入ってきてっていう。 こういういってやってたんですよただそういうふうに見せかけて、うん、あの相手のバイエルンの皆さんもこう真ん中に、うん、クルソ真ん中だビルドアップは真ん中だっていうふうに集結させておいてサイドを使ってグリーリッシュとベルナルド・シルバーいう二人にボールを預けていました、うん、なるほど実はこの二人、うん、あの日本で実は日本の J リーグでも我々ちょっと動画一つランキング動画を出したんですがプログレッシブランというデータがありまして、はい どれだけ敵陣でボールを前線に運んだかっていうデータがあるんだけどあ,ーありましたね、はい、このシルバさんとグリーリッシュさんがいわゆるプレミアの中でもうナンンバーワンツーワツクラスななんんですよ、はい、運べちゃう人間なんだそう、はい、だからもうグリーリッシュもシルバもボールをすぐもう持たせてもうアケがその後ろアカンジがその後ろ俺らが絶対何があっても守りますと。はい 彼らはボールを保持することにそんなに長けた選手ではないからこそ、すぐできるだけ一列前の選手に渡しちゃって、うん、もうあなたたちだったらボールをキープして前まで運べるでしょう、俺らが後ろ絶対守りますから、もう奥底まで侵入しちゃってください。なるほどね。で、ストーンズが一列こう前にこう中に入ってくることによって、どうやバイエルのこうプレス体を真ん中にキュッとこう収縮させてるのがあるから、サイドもガンガンこの二人は攻めることができて、奥地まで侵入できちゃったんですよね。はい でプラスデブライネも前に上がりましょう、エギュンダーも前に上がりましょうって風になると、うん、もうシティはもう5枚でアテに入っていて、もう後ろに下がりながらバイエルンは4枚で守備をしなきゃいけなかったので、よくよく見ると数的不利あー。で、5対4でシティはやってのけた。完璧に守りながら攻めに転じれば1個余らせてると。うん、そういうことなんです。おーなるほど。 はい、で、当然ながらですけど、もう、あの、まあ、何回かやってれば、もちろん、トゥヘルさんだからね、はい、シティのペップさんのやり方も分かってくるわけですが、えー、じゃあ、またちょっと戻すと、ね、まあシルバーが。シルバがいるそうなんですよ。うん、じゃあ、シルバーがいます、グリリッシュがいますってなると、今度やっぱりやんなきゃいけないのこのね、やっぱりこの2人が運んでくるわけだから、そこにじゃあマークつけなきゃいけなくなるよっていうになると、ニャブリはじゃあ、前線のこのプレスやんなきゃいけない。でも、ストーンズが中に入ってくるから、結局は、 ストーンズとかにこのボールが回っちゃうと。うん、じゃあ、結局真ん中がこの虫やら VS、ロドリー、ストーンズってやっぱ数的優位が、シティは真ん中で行われることになるので2対1で, 2> はい、はい、1で。その片方のボランチがある程度運べば誰かが結局来なきゃいけなくなるので、最終的になんやかんやありつつ、結局はシルバーとフリーディッシュのとこにはボールは回っちゃうって流れの構造をペップさんは作っちゃった<ー>ということなりました、はあ、これ完全にチャンピオンズリーグのための。 対バイエルン。そういうことですね。はい。だもうバイエルンとしてはこれで3-0で1個敗れてしまったから、うん、まあいわゆる次4点取んないと。いやー、なるほどね。そうですね。ということはアグレッシブに来るわけだからまたシティとしてもやり方変えなきゃいけないかもしれない。そうなんですよ。ね、でもただシティが正直じゃあ4点取られるチームかと言われたら、はい、ちょっとそんな感じはやっぱりリーグ含めても見当たらないので、うん じゃあ、このセカンドレグどうするかってことにはなりますけど、おそらくは、やっぱね、ファーストレグでやってやり方が通用しなかったので、やっぱ純正、こう、トップ下方の、こう、ミューラーさんだとかを入れてじっといろいろ変えてくるところはあるんじゃないかなと思いますが、うん、そこには多分また新しいペップさんの新しい戦術、さらに新しい戦術、持ってくるものもあるんじゃないかと思うので、はい、セカンドレグ一体何があるのか、このあたりも注目していきましょう、というとこでございます。丁寧に教えていただきましたいありがとうございました。これも楽しみに見ていきましょう、チャンピオンズ